皆さんこんにちは、スピードハウス開発担当の、石川です。今日はですね、ちょっとスピードハウスのこちらのマルチセルチャージャーですね、今ですね、さらなるバージョンアップのプログラムを作っておりますのでちょっとご紹介したいと思います。まあ、ちょっとその前に電池の方ですね、こちらのスピードハウス800、20周年記念バージョンということで、こんなですね、1,2,3,4,5,6,7,8 本セットと、ね、ケース付きというミニッツ20周年アニバーサリー仕様も、販売中ですので、ぜひですねこちらも、欲しい方はですね探してみてください。限定になっております。で今日ちょっとこの電池を使いながら充電していくわけですけれども、じゃあちょっとカメラですね後ろからこちらに見てきてください。はい、ちょっとね、このような、マルチセルチャージャーですけども、ここの設定ボタンを長押しすると、このように設定に入ることができます。でここまではね皆さん同じ持ってるのと同じなんですけども、前回ですね動画で1回バージョンアップの仕方とこの充電する時の最大電圧ですね、 1.55V の前 1.50V だったんですけども、 1.55V にアップしましたよという動画を一つ上げてますが、今回ですねさらに、なんと充電の容量リミットですね、この AAA というのは単4電池ですね、こちらの 1500mm、 これ標準ですね。それから AA というのは、単3型ですね、こちらの容量リミット、この2つ、なんとここの 1.55V からもう一回説明しますと、こう今度は入れるようになりまして、なんとこの電圧減らせるようになりました。これを減らすと後ほど説明しますけども、充電がですね早めにまあ終了するんですね。それからこちらの容量リミットもそうです。これもともとは電池が壊れないように途中で充電を止めるための機能ですが、ね、今度はなんとかなり少なく、単4の場合はなんと 300mm まで、行くことができますので、これっていうのは 300mAh になったら途中でも充電終わるんですね。そうすると電池半分まで入れたとことか、自分が好きなところの容量を充電して、まあ、保管するとかね、そういうことができるようになります。標準は1500なんですけどね。それからこちら電池が単3型ですね、一つ大きい電池をセットした時に、同じような設定ができます。じゃこれで、ね、どんないいことがあるのかというのをちょっと説明したいと思います。はい、こちらのねちょっとグラフを見ていただくと、詳しいね、このデルタピークの充電の方法というのは別の動画を上げてますので説明欄にですねそちらのリンクを貼っておきますので、詳しい説明はそちらをご覧ください。まずこちらのマイナスデルタ V というのが、ありますけども、ここは、どれぐらいこう電圧が下がったときにカットするかという、ね、標準はマイナス5mV、これも変えられるというのが、まあ、このマルチセルチャージャーの良さだったんですけども、まあ、今回はこう上がっていってるときに、これ今危険領域というのは、まあ、1.55V になってまして、まあ、1.55V ってのは普通ならないんですね。だ万が一になったときは充電終了しますよと。で今回これを、調整することができますので、例えばここで、まあ、1.49V とかで、ね、してあげると、この時点で電圧がこうやって電池が上がっていって、この時点で充電を終了することができるんですね。でこれというのはなんか最近流行りでは1回ここまで充電を上げておいて、自分がレースに参加する直前にもう一度この続きを充電してあげることによって、バッテリーのパワーがまあ出やすいというのをですね皆様から声いただきまして、途中で充電止めれるためにまずは電圧好きなところで止められる機能が今回ついています。それからもう一つですね、電圧というよりはこれずっと上がってった時に電池の中に充電される容量っていうのはここのまあ面積になるんですけども、例えばここが、まあ、普通だと今900とか多分こう800とか、満タンだとここまでいくと900とか、まあ、800とかになると思うんですけど、
僕は1回、600で止めたいんだよと。で600で止めて600ミリアンペアワーで貯めてまた保存するとか、その後次にここから充電を開始して、もう満タンまでしてあげると、そうした方が、電池のパワーが出るんだよという方もいらっしゃるので、もう様々な充電方法に対応するために、途中で止められるように、してみました。そうですね、ちょっとこれ、見ていただくと、じゃあ試しにですね、こういう感じですけど、例えば 1.55V はここ少なくできるんで、例えば 50V にセットすると、これ電池をセットしてみると、普通にスタートしていきますけれども、このようにですね、グラフがこうやって上がっていって、この1点、今 50V にセットしたので、そこで、終了すると。で一旦終了してまた自分が次出走するときに、追い充電するということができるようになっています。ただ追い充電するときはね、これ2回目はこのままやるとまた同じところで止まっちゃうんで、必ずこれも今言っちゃいましたね、これ例えば 1.55V に戻さないと次満充電にならないんで、気をつけるように、してください。でこちらの容量リミットは同じように、普通だと、安全で 1500mAh ですけども、800で止めたりとか700で止めたりとか、そういうことができるようになっています。でですね、ここのもうちょっと、カメラさんもう一回、今ねほぼいいかなと思ったんですけど、工場はですね、その旧正月に今度入ってしまいまして、ここから1ヶ月ぐらいちょっと工場の方のプログラムが変えられないんで、これね、でも電池かな、この分かんない感じが1個入ってるとか、そういうちょっと細かいバグがあるので、あるんですけども、なかなか機能は素晴らしいんで、ベータ版として、ちょっと来週皆さんにダウンロードできるようにしようかなと思ってますので、まずこう、ぜひこのマルチセルチャージャーをお持ちの方は、使ってみて、ください。そして、こういうものがいいんじゃないのとかあればちょっとコメント欄に入れていただけたらと思うんですけども、あと基本的にはちょっとコメントに一個一個返信することはちょっと厳しいので、読ませてはいただくんですけども、返信はできないかもしれませんのでご了承ください。その後ですね、皆様の声をいただいて、ベータ版からですね、完成版にということで仕上げたいと思っております。この後ですね、ミニッツカップのファイナルもありますし、冬の間はミニッツ非常に室内で楽しく遊んでいただけると思いますので、どんな充電方法がパワー出るのかですね、ぜひお試しください。ダウンロード、できるタイミングとかは、こちらのYouTube のコメント欄でも書きますし、あとは、Facebook のミニッツのアカウントですね、こちらの方とか、でもご紹介しますので、ぜひですね、お楽しみにお待ちください。今週はですね、ちょっとこんな感じになりますけども、ぜひですね、まだ充電器お持ちでない方はこの機会に購入していただいて、ぜひお試ししてコメントください。よろしくお願いします。